久保さん、人間の居場所ってどこにあるんですかね、まあ、人間の居場所はやっぱスクールウォーズにあるんじゃないですかねあれがいいんじゃないですかねまあ最近で言うと、半沢直樹っていうのがすごくブレイクしましたけど、半沢直樹がなぜブレイクしたのかっていうと、まあストーリーも,も、ストーリーとか役の演じ方とか面白かったと思うんですけど、多分一番面白かったところって多分、まあ感情の部分だと思います。情熱というか。 半沢直樹があそこまで情熱を持って何かに立ち向かうっていう、その人間としての、うん、なんだろうな。何かですよね。まあ今っていうのはね、それ、それが欠落してるので、そういうものを出すと、惹かれるということですね。だから僕もね、あの、気合があればなんとかできるみたいな言葉あるんですけど、今こそやっぱ気合いだなっていう。この時代やっぱ気合いだなっていう。 気がある人しか気を集めることができないっていうね <laughs>。そう。気合がある人しかいろんな人の気を合わせることはできないという。うん、でそれはロボットにできないですからね。AI にも気はないですから。あの、プログラミングされたことしかやっぱできないので、自発的に感情を持って、心を持って、えー、っていうのはまだ難しいんじゃないか。まあ、そのうちでもそれもね、できるかもしれないですけどね。うん。 はい。ということで、今回は、まあ、自分で経営する、自分でビジネスをしていく上で大事な心得ですね。まあ、それは何かっていうと、コピペを教えろと。<laughs> ね、久保さん、コピペですよね。あの、ほとんどの人がなんか、できないというか、なんだろうな、情報発信ができないって言ってるんですけど、やっぱこれは相対性、相対的に、なんだ、久保さんの言葉で言うならば、相対的に見てるっていう、目の前の人の困ってることに対してアンサーすればいいだけなんですよ。 だから今回、久保さんは前半、前半の方でね、ブログ、YouTube のコメントの書き方分かりませんとかね、登録の仕方が分かりませんみたいなね。世の中にいるわけですよ。うん。だからそれを、あの、自分が教えてあげれば、そこで何を入れるかっていうと、信頼を稼げるんですよ。でも検索すれば出てくるんですよ。検索すれば出てくるんだけども、じゃあこれどうですかねじゃあこれイメージしてほしいんですけど、道に迷いました。 道に迷って、スマホを忘れました。道に迷って、その時ちょうどスマホを忘れました。いつもだったら Google マップがあって、ね、あの、Google マップっていうシステムで、あの、次世代のシステムでどこでも行けたのに、今日はたまたまスマホを家に置き忘れたと。で、道に迷ったと。うん。勇気を出してね、すいませんと。あの、ここ行きたいんですけど、あ、そこはこうやってこうやってこうやって。あ、近くだから、あの、 ちょっとわ、俺も行くから行くみたいな。いいんすかみたいな。あ、ここ、ここ、みたいなあ。ありがとうございます。みたいな。どうすかね。グーグルマップでもわかることですよ。グーグルマップでもわかることなんだけども、ね、目の前の人に、あの、なんだ、あの、道を教えるだけで何が生まれるでしょうか。どうですかね。 なすごくね、ビジネスってシンプルなんですよあ。困ってる人に対してただそれをアンサーすればいいだけなんですよね。な僕の場合は、そのやり、あの、Google の検索の仕方を教えますね。<laughs> いや、こういう、これでこういうふうに調べるとこうで出てきますよと。やり方ですよね。つ僕に聞いてくるってことは、そのやり方を知らない可能性もあるわけじゃないですか。1秒で答えが出てくる。 えー、やり方あ、ま、ずこ,うこういうキーワードで検索すると、こういうサイトが出てきて、このサイトとはこういうふうに解説してて、この問題点がこういうふうに解説して、分かりやすく解説してますよっていうのが一部で出てくるやり方が分かんないから僕に聞いてるわけなんで、僕はその調べ方を教えますね。だから魚の釣り方を教えるわけですよ。ありがとうございます。あ、すみません。あの、調べてなかったです。うん、調べれば出てきますよってス,スキルつくじゃないですか、今度。 みたいな教え方は僕はしますけど。だまあ別にどういう教え方でもいいんですよ。自分がじゃあ回答して教えてもいいだろうし。でも僕の教え方をすれば誰でもできるんです。だって検索の仕方を教えればいいんで、自分に答えが持ってなくていいんですよ。教えません、ね。ここポイントなんですけど。自分に答えがなくても答え,の教え答えの出し方を教えられるんですよ、今っていうのは。これがね、パラレルワードルドっていうかね <laughs>、すごいことなんですね。だ自分に答えがなくても答えは グーグルにあるんで。でもそのグーグルにある答えを見つけることができない人が世の中にはたくさんいるんですね。多分、久保さんも僕も、まあ、多分、まあ、久保さんより僕の方がこれ自信ありますけど、調べた量ですね。グーグル先生に聞いた量が多分、相当ありますね。あの、1000万、いや、2000万、わかんないですけど、まあ、歴史も僕15年もやってますし、 あの一番最初は僕、一番、じゃあ一番最初僕何やってたかっていうと、あの、まあ、ネットビジネスの会社入りました。で、サポートスタッフでやってました。だけど、お客さんが言ってることよくわかんないですよ。<laughs> お客さんが言ってることよくわかんないけど、僕はサポートしないといけないですよね。じゃあ僕何やったかっていうと、あの、Google にあの質問しまくったんですよね。で、Google で出てきた回答を、あ、なるほど、こういうことかと。 でその、そのメールに対して Google で調べて出てきた答えをこう,こ,うこうですよ、みたいな。あ、それはこうですね、みたいな。それずーっとやってましたねで。ずーっと。で、それずーっとやってると、結局自分が知識が増えるっていうね。結局のところ。結局のところ経験と知識が増えて、結局先生になってるっていう、なれたっていう。だから初心者でも、う余裕、余裕ではないですけど、初心者でもその工程を積めば、いくらでも先生になれます。 多分ね、1000万回ぐらい Google に聞いて調べてるっていうことをやったらもう余裕で先生になれますね。まあ間違いないです。まあ100万回でもいいですけど、僕多分1000万回ぐらいやってる自信がありますね。Google に検索ワードを入れて調べるっていうことは。この15年間で。うん。だから、ね、やっぱね、癖つきましたよね。で、なんでこの癖がついたのかっていうと、あの、まあこれはその、うん、その、なんだろうな。 会社経営とかに、あの、精通する、リンクする話でもあるんですけど、僕が当時、あの、分かんなかったんですよね。お客さんが来て分かんないじゃないですか。社長みたいな。すみません、これちょっと分かんないんですけど。グーグルで調べたのかあ、調べてないです。はい。でもう一回来て。社長、あの、すみません、これはどうするのグーグルで調べたまあ3回目あんま聞かなくかてけどね。<laughs> ま、グーグルで調べたかっていうのしか言われないんですよね。 それで癖つきましたよね。だから誰にも聞けないですよ。聞いても Google で調べたかって言われるんで、うん、あの、調べてなかったっつみたいな。<laughs> つまり Google で調べれば出てくるからもし、俺に聞くなみたいな話なんですよね。<laughs> だからそれででも僕スキルつきましたね。圧倒的に。うん。あれもし頼っててね。あれもし頼ってて、あのー、なんだ、あー社長に、が教えてくれてたら、多分今の僕はないかもしれないですね。 だからその丸投げってあるんですけど、丸投げが一番その人が育つと思うんですよ。なんで丸投げが人が、まあこれ本も出てますよ、そういう本も。丸投げが人が育つみたいな。でなんで丸投げが一番育つかっていうとあの、結局自分で自発的に考えないといけないからですで。自発的に考えると成長するんですよ。だけど、その右から左、じゃあこうやってここをクリックしてこう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 するってやると、自分で考えてないんですよね、何も。 言われたことをただやってるだけなんで、そこに成長をの、うん、あれはちょっと少ないんですよ。自分、自分で考えるよりか。ただし、こっちのは早いですよ。だって言われたことを、はい、ここをクリックですね。わかりましたってやった方が早いんですけど、スキル、成長の部分に関しては自分で自発的に調べてやった方が早いです。これは間違いないです。だって自分で経験したことを、自分で調べたこと、自分で体験したことの方が忘れづらいですよね。 これはもう間違いないですよ。だからこれね、昔僕、あの、小学校の時に数学だあの、算数か数学か分かんないですけど、自分でめちゃめちゃ、この、勉強しても答えが出ない、なんか問題があったんですよ。あれ、これどうやって解くんだろうみたいな。で、自分でもう調べて、自分で調べてるというか、勉強して、なんか、どうやるんだろうって、でも、ここまでは分かるんだけども、ここまでは分かるんだけども、最後分からんと。で、そこまで来て聞いて、 エッセンスが来るわけですよね。あ、それはこうだよと。なるほどと。そういうことか。っていう、この発見気づきっていうのが一番学びです。でも、その発見気づきっていうのが、そのプロセスですよね。今までめっちゃ勉強したね、みたいな。めっちゃ勉強したけど、ここわかんないっていうところで、ぷんみたいな。あ、なるほど。それか。みたいな。でそこれが、ね、一番の学びなんですよ。だけど、それをね、 あの、全くその工程がなく、あ、それはこうやって、これ3で書いて、そこ3で、そこ4で、え、そこ7ね、みたいな。あ、じゃあ3って書けばいいんですね。あ、4って書けばいいんですあ、じゃあここ7なんですね。これね、学びがないんですよ。<laughs> これは学びがないんですよね。でも、会社の仕事っていうのは結構こういう仕事が多いんですよ。それやっといてね。うん、それとそれやって、それやっといてね。わかります そこに3入れておいてね。そこに4入れておいてね。あそこ7ね。みたいな。だから、成長というか、気づきというか、なんかそういうのないんす、あんまり。だから、自分で稼ぐってなった時に、ほとんどの人は稼げないっていうね。日々、日々、日々それをや,やってるんで。言われたことをやってるんでね。<laughs> はい。じゃあ、話を戻すと、あの、目の前の困ってる人に対して、ただ、教えてあげればいいです。 だ久保さんの、これね、奥門長者合宿のどっかでもね、何回かシェアしてると思いますけど、久保さんが以前ですね、コピペのやり方をね、動画で撮って、2、3万回回してるんですよ。わかりますコピペのやり方がわからないっていう人が、の世の中に2、3万人いるってことですよね。だ最低見積もって1万人はいるってことです。1万人以上はコピペのやり方がわからないんですよ。まあ、同じ人が何回も見たかもしれないんで。ね、でも2万再生グル今いくつですかね未だに回ってんじゃないですか、久保さん。コピペ。 コピペ、ちょっと、コピペ。コピペ見ましょうか。コピ、コピペ。コピペ。URL のコピーと貼り付けの仕方。これまだちょっと伸びてんじゃないですか。これ6年前に公開した2.9万回。前見たとき2.7万回ぐら,ぐらいだったような気がする。<laughs> 久保さんこれ伸びてんじゃないですか。これもうちょっとで3万回いくじゃないですか。これ来年ぐらいには久保さん 3, 年3万回いってんじゃないですか。URL とコピーの貼り付けの仕方。ね、コピペのやり方してコピペのやり方。 これ伸びてますね。どうですかね ?URL のコピーと貼り付けの仕方、カッココピペのやり方、これ2.9万回回してるんですけど、これがもうすべてですよ。だからこれが、この理,理屈、情報ビジネスの、なんだろうな。だからそのね、本屋行くと、エクセルとかは、初心者でもわかるエクセルとワードの使い方っていうのは有料で売られてますよね。でもそれ無料でありますよね。でも有料で本屋で売られてますよね。 わかりますじゃあ、本、出版会社が、あのね、企画段階するときに、いや、いや最近 YouTube 出てきて、この本って、ね、まあ、全部ネットで載ってるし、無料で出てるし、ちょっと出しても、ちょ赤字になるから、やめときましょうよ。え、どうすかえ、そういうのが会議でもしね、あの話されてたら、その本出なくないですかどうすかねずっと出てますよね。 多分おそらくこれからも、あの、あの、その本出ますよ。ずっと。スマホの使い方とかね。<laughs> スマホの使い方もネットで調べれば出てくるじゃないですか。でもスマホの使い方の本が売れるのは、スマホの使い方がわからないから、スマホでネットで検索できないんですよ。だから本で見るんですよ。わかりますこ、このパラドックスですよね。わかりますだからまあ、 んやろうな。だからそこに気づいてない人が多すぎますよね。なんかやっぱ上を見すぎてるんですよね。上を見ることも別に悪いことじゃないんですけど、大事なのは目の前ですよ。目の前の人を見るとかね。目の前の足元を見るとかね。その目の前の足元を見ないとあの転びますからね。でもほとんどの人は転んでるんですよ。上を向いて歩こうって、あのね、坂本九さんの言葉、あの歌がありましたけど、上を向いて歩く,歩くと危険です。<laughs> あの下を下しっかり見ていきましょう。ね、<laughs> そうだから僕があの上を向いて歩こうをトンチすると下を,下,を向いて下を向いて安全確認をした上で上を向こうって感じですかね。<laughs> 下を見て安全確認した上で上を向こうみたいな。わ <laughs> かります <laughs> 下大事ですからね。 だって下を歩いてるわけですよ。僕たち上は歩いてないですよ。雲は飛んでます。飛んでないですよね。ヘリ、タケコプターで飛んでないですよね。歩いてるのはどこですか地面です。アスファルトです。そこに石があって上向いて歩いてたらこけますよね。<laughs> だから下元を見ない。目の前の人を見,見ろって話です、ね。だそれでビジネスはできるんです。 実際僕、昨日ね、あの、ドリアカー80万で売ってますからね、目の前に来たお客さんに対して、もう動画撮ってね、5本ぐらい撮って、もうクロージング終了。はい、目の前の人です。はい、完全に。それだけで、なんだ。まあ、普通手取り20万の人だったら、うん、80万だと、4ヶ月か。4ヶ月言われたことはい、わかりましたっていう仕事を4ヶ月やって80万ですよ。手取り20万だったら。 僕は目の前のお客さんに対して、えー、40分ぐらい、まあ5本を8分、8、5、40、8分を5本ぐらい、40分ぐらいの動画ですね。それをお送りして80万です。で、なんでそれ80万生まれるのかっていうと、目の前の人に対してお話し,してたと。ただそれだけです。ただそれだけです。はい。いってらっしゃい。